混合自動車。混合自動車は、大阪府富田林市と南河内群で営業している、路線バスタクシー会社。混合バス、混合タクシーと呼ばれている。大手施設の参加に入っていない、独立系のバス会社である。するっと関西や愛国家の加盟、導入は行われていない。労使関係は、良好とは言えず、かつてはストライキがたびたび起こっていた。しかし、 バス部門については乗務員の雇用形態が2003年以降、すべて契約社員制度となったことで労働組合が、事実上なくり、ストライキも行われなくなった。なお、タクシー部門には、労働組合が存在する。ターミナルは、近鉄長野線のトンダ林駅南口と岸、駅東口が中心で、このほか、近鉄南大阪線上の大使駅南口からも、バスが発着する。 以前の富田林駅は駅に並行する形で、バスが交代で入線するターミナルが設置され、方面別に4台が停車していた。南口ロータリーの完成でこのような形では、なくなったが、電車に接続して、4つの乗り場に停車しているバス、すべてが、同時に出発することも多く、同駅付近ではそれらバスが連なって、各方面へ向かっていく姿が見られる。路線バスの車庫は、 富田林市中野町の国道170号、旧道沿いにあり、砂利式の駐車場となっている。車庫への路線は存在せず、改層となる以前は、近鉄バスが車庫前の国道上を運行していた。路線に、系統番号はなく、方向幕は、奇襲点併記されるのが一般的であったが、2018年7月1日より、駅前発の便のみであるが、 系統番号とローマ字が表示されるようになった。なお、ハンナンネオポリスは、地下図アスカ博物館前に、混合コロニーは、不士混合福祉センターに改称したほか、千早線の森屋駅が、千早赤坂中学校行きに変更された。さらに、2018年9月1日にもダイヤ変更、及び新規路線の追加が行われただけでなく、富田林駅前行き及び岸駅前行きにも、 系統番号とローマ字が表記されるようになった。以前、東条線の吉戸芝ステは、東坂という名前だったが、2010年に解消している。2018年7月1日より、今後コロニーは、不立混合福祉センター前に、今後コロニー東口は、不立混合福祉センター東口に解消。2018年7月1日より、反南ネオポリスは、 地活アスカ博物館前に改称。2018年7月1日より、阪南ネオポリスは、地活アスカ博物館前に改称。毎月28日限定で、トンダ林駅と滝谷不動明王子を結ぶ、路線バスが運行されている。ルートは、下記の通りである。なお、同日が、土休日ダイヤの場合、循環線、トンダ林46番は運休となる。 この関係で動線の振り替えも担っている。PL 病院送迎バスを運行していたが2006年春から近鉄バスに変更された。また、大阪芸術大学スクールバスも運行していたが2006年度以降は契約を打ち切られ MK による運行に変更された。他に、堺福音協会の送迎も行っていた自家用車に変更。カナン B 交通券が 営業範囲となっている。路線車は三菱不装車足に、西日本車体工業製の車体を仮装した車両が多いが、ワンステップバスの一部には、エアロスターや日産ディーゼルスペースランナー RA も在籍している。かつては、イスズ車も多かったが、現在は全て廃車されている。ちなみに、日の車は一切導入されていない。側窓や座席は、 近隣の近鉄バスや南海バスが1980から1990年代に引き窓やハイバックシーを導入した時期も上昇化工式の二段窓、ローバックシートを採用しており、比較的質素である代わりに中扉以降ロングシートとなっており、着座定員を多く確保している。塗装は緑の濃淡で、側面に今後バスの文字が入る。一方で、同社独自のが、 随所に見ることができ、とりわけ側面方向膜を横方向に大型化し、運転区間を大きく表示する代わりに、後面には方向膜を設けないというのが長らく同社のバスの大きい特徴であった。ワンステップバスが導入されて、以降は LED 式行き先表示器になったため、他社同様の一般的な姿になっている。ただし、 ワンステップバスでは34シート、一部ロングシート、他では、東急バスの400番台、600番台までの、長尺ワンステップ車などに、存在が採用されるなど、独特の仕様も見られる。しかしノンステップバス及び2009年に導入された、ワンステップバスは、他同様の一般的な姿、味方シートがなくなったになった。現在では三菱不装のエアロスターワンステップバス。 LKGMP37FK が最新の導入者となり、再び三型シートが復活している。なお、2005年度まで受託していた大阪芸術大学スクールバスには一般の路線車両が用意された一部貸切登録者もあった。PL 病院については専用のマイクロバス、三菱不装、ローザが使われていた。堺福音協会はマイクロバス、 どう使用する ?1991 年頃、森工業の物干し座をキラキラボールのテレビ CM に混合バスが使われ、関西テレビ系で全国に放映された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。